はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日は毎週日曜日夜10時30分から放送の日本テレビ系ドラマ真犯人フラグ真相編第19話について直後考察を行っていきたいと思います。いやー、第19話まで終わりましたね。残すとかあと1話、最終話を残すのみとなりました。皆さんの真犯人予想ですがどうなってるでしょうか。かなり絞られてきたんじゃないでしょうか。第19話終わった時点で現在ビンビンと真犯人フラグが立っているのが二宮瑞穂ですね。凌介の部下であります二宮瑞穂、そして同じく凌介の大学時代からの親友川村俊夫、同じく凌介の親友であります日野渉、そして凌介の妻であります相良真帆、ほぼほぼこの4人に絞られたんじゃないですかね。中でも2択、川村俊夫そして日野渉、この2人がかなり有力じゃないかなという気がしてるんですが、皆さんの予想どうでしょうか。それではね、トピックス出てるのでまずこちらから見ていきましょう。真犯人フラグ、やっぱりお前か、最終回直前、ラストに現れた人物に信じたくないよというね、こういうタイトルとなっております。このラストに現れた人物というのはね、これはね、二宮瑞穂であったわけですけれども、このやっぱりお前かと言ったのはね、川村俊夫ですね。このやっぱりお前かというこのセリフですけれども、この真犯人フラグとね、同じくスタッフ竹本康さんがね、原作を手掛けました、2年前にね、放送されましたあなたの番ですの最終話でですね、田中圭さんがですね、主人公田中圭さんが犯人だった西野七瀬さんに向かって、西野七瀬さんがやってた黒島に向かってね、やっぱりお前かというセリフがあったんですがね、まあ、これと同じようなね、それを思い出させるようなセリフだったんですけども、あなたの番ですはこのセリフはですね、本当最終回で出てきて真犯人に向けて出てきた言葉なんですが、今回はですね、最終話の直前で出てきたやっぱりお前かというこのセリフですね、これがですね、どういうふうに捉えられていくかというところなんですけども、こちらのね、二宮瑞穂に向けられた言葉なんですが、川村俊夫がね、発した言葉、ただ今回の場合はですね、二宮瑞穂がこの真犯人をおびき出すためのシナリオを書いていて、描いていて、そのシナリオに乗って川村俊夫が真犯人だとすると、二宮瑞穂が呼び出した、おびき出した川村俊夫、真犯人の川村俊夫、そこに、川村俊夫は二宮瑞穂が自分のことを真犯人だと知っているということに対して出てきた、そこでやっぱりお前かという言葉だったんじゃないかと捉えることもできるというところもあってですね、まだまだ分かりませんね。で、同じく現場にですね、凌介と共にいた日野渉、この二宮瑞穂がですね、真犯人でないとするならば、瑞穂が描いたシナリオに川村俊夫、日野渉、この2人がね、乗っかってきて、どちらかが真犯人ではないかという説ですね。あと、いまだに姿を見せない相良真帆。相良真帆は一体どうなっているのか。もう本当、第1話に出てきて以来ですね、その後も回想シーンでしか出てこないという相良真帆なんですけども、瑞穂と真帆のつながりも分かっている現在ですね、今どういう状況なのかというところですね。この真犯人は誰なのかということが最終話に来てまた混沌としてきている状況ですね。それではですね、もう一回第19話をですね、時系列ともにね、振り返りながらですね、考察していきたいと思うんですけれども、第19話ですけれども直後考察ということでですね、これ第18話からの続きになりますけれども、凌介の帰りを待っていた光と篤人の前にね、スペアキーを使って侵入してきたのはね、菱田朋子と山田コーチのね、このペアでしたね。まあ、ここはですね、第18話からの続きで、おそらくこの2人なんだろうということは予想されてたんですが、まあね、その通りでしたね。で、そのね、入ってきた2人に対して光がですね、スマホで110番をね、しようとするんですけれども、まあ、これ篤人がね、止めますね。篤人が止めて、そして、俺あのこと絶対言わないからとね、清明との約束をね、智子にね、訴えかけます。
智子ですけども清明のことを恨んでないのとね聞き返すと篤人はうんと返してですね、まあ、そこに、凌介と小太郎がね、清明とともにね駆け込んできましたね。で清明に止められ、凌介に説得されやっと真実と話し始める菱田智子ということで、ここでようやくですね菱田智子のここまでの謎をですねこれがね明かされることになりますね。押し入れの謎もね明かされることになりました。でまあ、これ事の発端ですけれども、篤人が10番をもらったことに対するですねこれ上級生からの嫉妬による嫌がらせから始まったということですね、まあ、それを目撃したバタコが、我が子の奪還ということで、バタコは自分の子供を篤人とだと、ね、思い込んでいるというところもあったんですけども、篤人の誘拐を、ね、決意したということで、まあ、この、ね、10番をもらった篤人に対するこのスクール内でのサッカースクール内でのね嫌がらせが、まあ、篤人の誘拐を誘発しているというところですね。で事件当日清明は上級生に命じられ、学校で篤人のユニフォームを盗みサッカー教室に持ってきたということなんですね。で上級生たちがそのユニフォームをズタズタに切ったのを山田コーチが発見した時に清明がやったということをね説明したということですね。これ、まあ、上級生がやったんですけども清明がそういうふうに責任をかぶってるみたいな感じですね。で山田コーチはねそれを、まあ、智子に連絡して智子を呼び出したんですけども、その詳しい事情を知らない智子ですけどもユニフォームをね探す篤人とね偶然出会ってですね、でサッカー教室に一緒に向かうことになりました。その時ね、まあ篤人と智子が話している姿が別の会社のねドライブレコーダーに映っていたところでね、そして、一緒に向かうことになってドライブレコーダーに相良急便じゃないわ亀田運輸のドライブレコーダーに映っていたのはこの時の姿だったということですね。そして、後ろから歩いてきたのはね光ではなくですね、これ偶然取り掛かった光と同じ学校の制服を着ていた女性だったということですね。まあ、それがたまたま、亀田運輸のドライブレコーダーに3人映ってる形になって3人がね同時に失踪したような姿にこれ偶然見えたということですね。でサッカー教室で切り切られた自分のユニフォームを見て、それを清明がやったというね誤解してしまってですね、まあ、ショックで篤人は飛び出していったんですけども、その時に防犯ブザーとサッカーボールをね落としてしまったということですね。まあ、これが、まあ、防犯ブザーがサッカースクールにあった謎で、サッカーボールですけどもこれ後に山田コーチがですね、これ保管してるんですけどもね、まあ、そういうことが原因ですよね。で雨の中歩いてると、まあ、バタコがね、声をかけてきて、バタコが10番の票を持ってるんで、ママに心配かけたくないんでしょうと言って篤人を誘い、まあ、篤人は自分の意思でですね、バタコが運転する車に乗って誘拐されたということですね。なのでここも完全にもバタコの単独犯ですね。自分の子供だと信じてしまってるバタコは篤人を誘って、まあ、10番のユニフォームがたまたまなくなっそのねズタズタにされてしまったことでショックを出ていったところと、バタコはそのサッカースクール内で篤人がいじめられている姿を見ていたというところで、まあ、そういう偶然も重なりというところでバタコが誘拐する形になったということですね。でまあ、ほどなくして世間は炊飯器失踪事件で盛り上がって、菱田智子と山田浩二もこれがいじめのこと篤人を追わなかったことを言うに言えなくなったという状況ですね。山田浩二と菱田智子ですけれども、これ結局サッカースクール内でのいじめが発覚するのが、まあ、デリケートな問題なので言えなかったところに、篤人が行方不明になっているというところだったので、そういうふうになってしまったということの後で翌日することになるんですけども、まあ、ただその時智子は真帆と一緒に篤人は家出してると思ってるんで、そこまで心配してなかったようなんですよね。これがだから篤人一人が単独でいなくなったことになったらもうすぐにね警察に言うとかそういう動きになるんでしょうけど、たまたま3人ねいなくなってるので、まあ、一緒に行ってると思ったので、まあ、そこで言わなかったということなんですよね。まあ、ただこういうふうに世間騒いでるので、山田コーチですけども、やつとか落としてサッカーボールを持ってるのが、怖くなり犯人の試合に見せかけようと相良家にねボールを蹴り込んだのね、山田コーチでしたね。蹴り込む前にボールにキスをして、そして5階の凌介の、窓に向かって蹴り込むというすごい技術であったんですけれども、まあ、これ山田コーチの仕業でした。
そしてね、相良家に、疑惑をね凌介に向ける形になってしまったということですね。これがまあ菱田朋子も真帆に憧れ真帆になりたいと思っていたことを告白しておりましたね。まあそういうふうな、まあ、理由事情、まあ、理由があったということですね。で、羨ましい気持ちと真帆が大好きで両親の付き合いになりたいと、まあ、本気で思っていたというちょっと複雑なね、菱田朋子のねちょっと気持ちですね。で、菱田朋子の押し入れですけれども、アツトのユニフォームと傘がね入っておりました。結局押し入れの中自体にはですね、まあ、アツトに関するもので、まあ、そんなね重要なものではなかったんですけども、それよりもですねこの襖にですね、書いてたペンキで書いてた赤い文字ですね、ここが重要だったかなというところですね。菱田朋子が待ちなさいと言って清明をですね、3分ほど凌介の家に預けたところあったんですけども、これが原因だったということですね。菱田朋子ですけど真帆の不倫を凌介に伝えた直後から真犯人に脅されていたということですね。ここがだから真犯人が菱田朋子を脅していたということで、清明が話したらどっと脅されていてですね、帰宅するとここが赤い文字でですね、まあ、ペンキかなんかでこう書かれていたんですけれども、まあ、そこにね襖に書かれてるのに喋りすぎだということをね、書かれていました。だから真犯人と思われる人物、あるいは真犯人に使われた人物ですけど、菱田朋子の自宅に入ることができて、そして、まあ、こういうふうな脅しができる人物であるというところですね。まあ、ここでちょっと真犯人の姿がね見えてるというところですね。朋子ですけど、まあ、ずっと脅されていたということですね。で、彼女が真犯人に協力していたのは2つで、1つは林をね、殺めた時の凶器を相良家に置くこと、まあ、これね包丁、血のついた包丁ですけども、これは朋子が自宅、凌介の自宅に上がり込んで包丁を入れたということでね。で、もう一つはホームビデオを、ね、盗むことだったということでね。で、ビデオは何に使われたのか、真犯人が一斉ならなぜ自分が盗んだのか、テープも一緒に返さなかったのかと、ここはちょっと凌介もね分からないということで、なぜそのテープを盗んだかというところなんですけども、まあ、これがね試乗の時に凌介、川村、日野ですねが話しているシーンがあるんですけども、まあ、それがね、こちらですね。このシーンで凌介、川村、日野で話すんですけれども、まあ、この時の出てきた話の中ではですね、川村が瑞穂ちゃんは今日は会社に来てたかと凌介に尋ねますね。で裏台でね手に入れた名簿の写真を見せると、瑞穂はですね3年くらい前に真帆のパート先のスーパーの常連だったということがね、を凌介に伝えますね。その頃はまだ瑞穂と凌介は部署がね違うということで、知り合っていなかったということなんですね。まあ、その事実をね瑞穂は隠していたんですよね。ここがね、どういうことなのかというところで、まあその頃瑞穂は暗い部屋で原稿用紙に文章を書いておりました。で、最終幕と書いてですね、さらに口元しか見えないもう一人の人物がね写っておりました。まあこれおそらく一緒にいた男性は望月小太郎ということで、ここでまあ小太郎と瑞穂一緒に、まあ、何かをやってる、まあまあ、原稿用紙に瑞穂を書いてるというところで、まあそれを小太郎はね助けてる、手伝ってるかなんかしてると思われるんですけども、で凌介ですけども仕事をね、まあ早退する、まあ、光から連絡があってですね、早退することになって太田黒部長するとですね、太田黒部長にそれを告げたんですけども、太田黒部長は、まあ、プロピンにねここ最近早退王子とね報告のメールをしてるんですよね。この太田黒部長の、まあ、プロピンと今まだ未だにアフロディーナの下僕につながってるんですけども、この太田黒部長は何を意図してるのかというところですね。で、退社しようとする凌介のもとに諸角か、週刊追記をね諸角から凌介に電話がかかってきて、川村の命令で水をついて今調べてるということですね。で、川村ですけども最近単独行動が多くネットの怪物書について調べてるということで、諸角役川村は何かに取り憑かれてるようとね話すということで、ここでちょっとね諸角がですね最近の川村についてですね、ちょっと不審に思ってるというところがあるんですね。
でネットに投稿された怪文書ですけれども、撮影されただろう部屋を見つけるんですよね、川村がですね。これ川村の独自調査で、すごい調査力だと思うんですけども、ガラスがねひびが割れてるということか判断したということで、ただですね、なぜ川村ですけどそこの場所を見つけることができたのか、これは心当たりがないと無理だと思うんですね。で、瑞穂またはその場所に何か心当たりがあったんだろうということですね。川村のこの行動、まあ調査力はもちろんね、週刊追求のね、まあ、編集長でありますのでね、まあ、そういう捜査能力はあるんでしょうけども、まあ、でもそれだけではないですね。これは あらかじめやっぱりそこの場所を知っていたというところ、あるいは瑞穂に関して何か知ってることがあったからその場所を見つけられたと思うんですけどね。で、一方立花一生ですけども、真犯人はないとね確信した光はね、隙をついてね一人で取調室に入ってね、ドアを塞いで、取調室で二人きりになって、光は一生を信じることを伝えますね。まあそれがね、まあ、一生のね、心に響き、まあ一星は光をやっぱ守るためですよね。光を守るために、やっぱこうちょっとね真実を結局話すことになるんですけども、この、光と一星ですけども、まあ、その前にあれですね、この阿久津刑事が一星に対してね、この時は、まあ、阿久津の小話などもあったんですけど、まあ、一斉のらりくらりとねかわす状況でなかなか真実は答えなかったんですけども、まあ、その後この後ですね、光が、まあ、一斉とね直接取調室でね話すことになり、まあ、これはあの警察ではこういう捜査は普通はありえないでしょうけど、まあ、阿久津刑事曰くカツ丼でも食わすかみたいなねユニークな阿久津流のね、コメントもあり、で、まあ、光が勝手に入っていったんですけどもね、まあ、それによって一星ですね、まあ、光を守るためということもあり語ることになりますね、真実についてですね。で、一星ですけども、家出当日、光の家出当日に本木遥がね訪ねてきましたね。この本木遥ですけども、なぜ家出計画を知っていたのかという、ここちょっとねまだ本木遥に対してまだね結構全て回収されたようなんですけど、ここがまだ謎ですね。なぜ本木遥は一星がですね家出計画をしていることを知っていたのかということ、手伝わせてほしいということで、ただ差もなければ光をとね脅された一星は仕方なく遥に計画を加えたというところですね。で、まあ、しばらくしてプロピンにね、一星の動画を上げて炎上したことによって、プロキシマに嫌がらせの、ね、手紙が殺到した場面がありますよね。その中に真犯人からの脅迫文が紛れて込んでいたということで、その脅迫文が一星が光をかくまっていることを知っていて、指示に従わなければスミレを、立花一星の母のねスミレを狙うという内容がね書いてます。まあ、それを見て一星ね、くだらないという時はこう言ってたんですけども、まあ、これがですね一星をかなり動かした内容だったということですね。一星は真犯人からの指示に従い、元木遥の協力のもと光の監禁動画を撮って、これ亀田運輸に送ったのはこのねやっぱ脅されたということで、監禁動画を真犯人から作るように指示されたということですね。で、椅子の特定や告発動画で凌介が犯人と思われるように仕向けたということですね。で、ビデオから取り込んだ真帆の写真を貼り、光の血を新居に巻くなどの強行に及んでいたというところで、これはやっぱりですね、真犯人から脅されて一星はこの指示に従いこういうふうな行動をとっていたということをね、これは、警察でね語っておりますよね。その一方で一星はですね真犯人も、ね、突き止めようと、そういう、ね、水面下で動きもしておりました。これがね林の追跡ですね。これ本木遥が林を追跡したのはこれ一星からの指示だったということですね。で、真犯人を見極めるため凌介に偽りのメールと呼び出しメールを送って凌介と林を対面させた、これは一星だったということですね。まあ、しかし確信を得られないまま林は、ね、逃亡してしまい、その後ね、まあ、殺められてしまったんですけども、脅迫は続き、一星も真犯人は誰なのか分からなくなってしまったという状況ですね。
まあ、そんな中立花一世の母すみれの店でぼや騒ぎなどがあり真犯人の仕業と直感した一世は近所にねすみれを頼み立ちに見せかけた遥に光を保護してもらうことにしたという、まあ、ここも一世の戦略ですね。だから予想以上に元木遥が暴走したため、自分が遥をに捕まる代わりにやっと光を解放したという、まあ、そういうふうな、流れだったということですね。で元木遥が逮捕された直後彼女の家で拘束されていた一世の前に現れたのはなんとゴーラでしたね。でここでゴーラと一世は初めて顔を合わせた感じですね。でゴーラは一世を、ねまあ、手錠を切って解放してでそこでまあ文書を、ね、渡して全ての罪を背負えと書かれた真犯人から、ね、脅迫状を、ね、渡すというところでしたね。ゴーラは本木遥の家に一世が監禁されたことを知っており、そして、一世の手錠を切っておりますのでこれをゴーラは指示通り動く誰かの指示通り動いてるねこれ真犯人ですよね。だから真犯人と本木遥もつながってるということになりますよね。一世はそこは本木遥誰かとつながってるか知らないんですけども遥の自宅に来たということはですね、これは知ってるということになりますし、まあ、その直後すみれが病院で負傷頭から、ね、謎の血を流しているという場合もあるんですけどもそれはね一世は指示通り自分が犯人であるかのように罪を、まあ、そういうふうにねもう実際に危害を加えられていることをね一世恐れているんですけども、まあ、それで一世は靴刑事に真犯人は自分に罪を着せるための決定的な証拠を出すだとね告げましたね。ただまあすぐ予想通りですねネット上では一世がね林の首をこう切るねディープフェイク映像がねネットで拡散されました。まあ、このディープフェイク映像はこれはゴーラが作っているということはこれはね、以前これはあのそういう場面が出ましたのでそうなんですけどもねこれはゴーラの仕業であろうということですね。で一方その時ですね市場の時に川村がですねマリーナをね轟マリーナをね連れてきますね林の婚約者ですね。でマリーナですけどもためらいながら二宮瑞穂とのね関係をね打ち明けます。で瑞穂とマリーナ初めて会った日に自分の姉と林が婚約していることをね告白しますね。7夜56と尋ねてあのシーンですけども、まあ、これ林が瑞穂をからかっていた言葉だったということですね。これ大阪時代に、婚約者だった林姉の婚約者だった林がですね瑞穂の自宅を訪れた時のもんですね。で瑞穂は7夜56とね言っててそこを林がからかっていたんだけど、まあ、そういう意味だったということでこれでも瑞穂はもうこのことからね襲撃された時点でですね襲われた時点でもうこれ林だということは確信できますよね。これがまあ2020年冬で瑞穂の姉、ですね。これに瑞穂の姉は名前なんて言うんですかね渚ですかね。おそらく渚と読むと思うんですけども渚は林との結婚式の3ヶ月前に、まあ、これで、ね、自害したということですね。で瑞穂は姉の死の理由を調べひどい噂が流れていることを知るということですね。で林は真帆と一夜を共にした後に渚から真帆に乗り換えたいと考えるようになり渚と別れるためにゴーラに別れさせ屋を依頼したということですね。まあ、この話を聞きマリナは林を見捨てた。そして林殺害が判明した直後マリナは瑞穂から電話を受ける。いやこれね、で瑞穂は犯人は自分ではないことを否定したということで、これね林が殺害されたことを市場の時に知った瑞穂はすぐねトイレに駆け込んで気持ち悪くなって駆け込んだなと思ったんだけどすぐね電話するために駆け込んだようですね。でそこでマリナに電話をして、どうなってるのかあなたのお父さんがやったんじゃないのかと問いただしたんだけどマリナは逆にあなたがやったんじゃないのと疑ってたんですけども、まあ、これはおそらくこの動きはね、演技ではなく瑞穂は本当に知らなくというところがね考えられるんじゃないかなというところですね。だから林殺害は瑞穂自身ではないんではないかと思えるような行動でしたね。でマリナの証言で凌介と日野は戸惑いを見せますよね。で川村は自分の手で真実を明らかにすると息巻いてですね市場の時は、ね、出ていきますね。まあ、この時、凌介がね真帆と結婚する前に真帆に対して告白をしたけど振られたということを言ってるなら、ね、何としても凌介
と真帆には幸せになってもらえないと困るというそういうふうな、ね、意気込みであったんですけども、結構ここでちょっとね川村の死亡フラグが立ったような感じがしたんですけども、まあ、今回はね、19話ではそこまでは至らなかったんですけども、で凌介はですね川村が一人で調べている、SNS の投稿を日野に見せますね。で原稿用紙に事件にまつわる小説が手書きでね綴られておりまして、ね、第1幕第2幕で最終幕とね順にアップされているということで、その筆跡がですね水穂の文字に似てると気づいたんですね凌介ですね。さらに失踪当時の10月の15日水穂は会社をね早退していたということですね。でこれは危ないということで凌介と日野はね川村をねすぐに追いかけますね。その時日野ですけれどもなんかね取る仕草をしますね。こうおそらく包丁かアイスピックかなんかちょっとね武器となりそうなものを手にしたんではないかなと思われたんですけども、で河村がやってきたのは寮生が通ってたね、これ大学のね旧講堂でしたね。まあ、ここ真帆が好きな場所だったというところなんですけども、でそこにね、現れたのはなんと二宮瑞穂でした。で対峙する河村と瑞穂を陰から見つめる寮生と日野で、瑞穂はね河村に告げますね、この物語終わらせましょうと。で全てをこれ全てね操ってきたのは真犯人は誰なのか、そしてその動機とはというところなんですけど、二宮瑞穂がね終わりましょうと言ったのはこれは小説の話ではないかということですね。つまり瑞穂は真犯人の正体が分かっているということで、行動に誘い出された川村か日野か、ここがやっぱりですね真犯人ではないかなというところなんですが、いかがですかね。いよいよね最終話をあと1話はね残すのみとなりましたが、真犯人ですけれどもねどうですかね。予想的にはまだまだ読めないところはあるんですが、もう今ねもう第19話終わった時点では二宮瑞穂がもうねまさにこう真犯人じゃないかということに描かれているんですが、第20話の直前第20話に入ったね、冒頭でですねまず一つ明かされると思いますね。まあそこでもう真犯人明かされる可能性もありますし、瑞穂のシナリオによって呼び出された川村か日野かあるいは真帆かというところですね。でも真帆と瑞穂はつながりがあると思われますので、ここがね結託してる可能性はありますよね。で川村か日野かというところですね。もうほぼほぼね他のキャストの方たちはもうかなりですね、まあ、一斉にしてももうねないでしょうし、菱田朋子もね全て語ってますし、同様に山田耕司もねないですし、元木春香はまだ真犯人とねつながりはねありますね。まあ、菱田朋子 もあの真犯人に脅されてる、立花一世も真犯人に脅されてるというところあるんですけど、いずれも真犯人の顔は知らないというところはねあるので、ほぼほぼねあとはまあないんですけど、まあ、日野渡ると川村この2人がですね結構有力かなというところですね。望月小太郎も、まあ、瑞穂に協力しているという立ち位置でありますが、なので望月小太郎が真犯人ということはないですね。あるとしたら二宮瑞穂の真犯人はあると思うんですけども、まあ、そういうね、現在の状況ですね。真犯人フラグいよいよですね、もう佳境も佳境ですけれども、皆さんのですね予想はいかがなもんでしょうか。残りのね1話でですね、まあ、すっきりとした形でですね、あこういう展開だったのかというね、今意外な犯人というのも面白いですし、意外な犯人だった場合はこういう伏線がこういうふうに回収されてということがこう描かれていけばですね、こうさらにですね、いい形でね終わると思いますのでね、残り1話ではありますけどもね、まだここからまだ1週間に、ね、ありますのでね、まあ、この間にねこうもういろんなこう考察を巡りながらですねこう真犯人ね、予想していったらね皆さん面白いと思いますね。またここまで放送されたね19話までもう一回ちょっと見直しながらね、ラスト最終話に向けてですね、皆さんもですね真犯人をね探してみたらいかがでしょうか。
はい、以上本日は真犯人フラグ真相編第19話、直後考察でございました。それではですね、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。